今の今、部屋にバカでっかいゴキブリがこの時期に出てきました。自分はとてもとても虫が大嫌いなのですが、ゴキブリなんてもってのほかです。村井さんやマミルトンさん、高橋くんはどうですか？私もゴキブリなんか出たらもうパーンですよ。新聞紙とかで。わーってびっくりはするけど。問題はその後なんですか？そうです。パーン潰しちゃダメなんです。潰すと、卵がピャーン。その後。そのパーンもなんか、その、要するにパーンじゃないんですよ。そうそうそう、こういう人もいますし、こういう人もいますよね。気絶だからパーンで、これがゴキブリだとしたらパーン、ファン、パーン、コロンぐらいの、それをサッサッだからまだだから